しい大阪2018です。よかったら SNS とかでつぶやいてください。セッション会場中の入退場っていうのは自由なんですけども、このように混み合っていますので、あの譲り合って思いやりを持って動いていただければと思います。では今からセッションを始めます。グーテンベルグで変わるワードプレスエディターのカスタマイズ、岡本秀隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どこ誰かがこれをスイッチないです。あそこにスイッチがあこれ、はい、失礼しました。どうしましょう、あの全部消してほしいです。全部消していただいて、はい、はい、ありがとうございます。すいません、使って、はい、すいません、あの上げていただいてありがとうございます。進めていきましょう。まあ話の前に一応自己紹介ですね。あの岡本と言います。去年ワードキャンプが関西の京都であったんですけれども、それの実行委員長をやっていたりとか、あとワードプレスのワードベンチのサイトの管理者とかいろいろやっていたりします。で、今日話すグーテンベルクですが、企業を主にテスト周りでコアコントリビューターにいろいろコミットをマージしてもらっていて、多分日本では自分のやつさん日本人だとこうトップ5、コミット数でトップ5くらい入るかなと思います。これはただの自慢です。で今日の話ですけれども、これですね、見慣れたあいつワードプレスの方向エリアについての話を、ここから30分いくはずですが、巻いたらなんか質疑をしていきましょう。で僕たちの知ってるエディターってこうなんですよね。でタイトルがあって、テキストのエリアがあって、ここにショートコードを盛り込んでいったりとか、まあ、クライアントさんによってはテキストエディターじゃなくてビジュアルエディターの方で書いて、ここのタイニー UCE で自動でやっていくっていうやり方なんですけど、おそらく今年中、多分来年ぐらいからワードプレス始めましたっていう人たちから見るワードプレスっていうのはこっちになるんですよね。この画面見たことないって人ないという人、あのこれグーテンベルグというプラグイン入れるとこれで変わるんで、一回見てみてください。で、グーテンベルグの紹介とか多分前のセッションであったところに割愛しますが、何が変わるかというところですね。これまでのエディターっていうのは基本的に何かカスタマイズしたかった時っていうのは PHP で PHP のコードでフィルター何々を使ってカスタマイズして、時々インタラクティブなものが違ったら JavaScript をする。でカスタムエディターのカスタマイズしたときに主に使うものって何かって言ったら、大体カスタムフィールド、カスタムフィールドにいろんなフィールドを使ってそれをメタにどんどん放り込んでいって、それを頑張って出すっていうのがカスタマイズだったと思います。これがグーテンベルグになるとどうかというと、こうなります。JavaScript がメインになります。 JavaScript に時々 PHP を使うと、でカスタムフィールドはを使えるんですけども、メインのエディターのカスタマイズはカスタムフィールドじゃなくてリアクトを使ってエディターをカスタマイズするようになっています。で、あの俺たちの知っていたプラグエディターですね、このエディターにやっぱり使いたいという人たちも少なからずいて、そこに戻したいという場合はクラシックエディターというプラグインがもうすでにリリースされていますので、ワードプレスのメジャーアップデート 5.0 がリリースされてエディターが変わって何か不具合が起きたという場合は、このクラシックエディターというプラグインを入れていただくことで今まで通りのエディターを使えるようになります。で、ここでね、すごい大きな変革があるというところなんですけれども、またおさらいですね。これまで PHP とカスタムフィールドで、これからは JavaScript で主にリアクトを使ってやっていくというふうになっていて、じゃあ何が便利になって何が大変なのかというところ、後半でもう一回おさらいするんですけど、すごく一言で雑にまとめると、便利になったことが、まあ、逆になってるな、ここですね。便利になったことっていうのはリアクトでカスタマイズできるぞ、やったと。でも大変なのはリアクトを覚えなきゃいけないぞ。結構リアクトに依存するっていうのはあるかなと思います。ちゃんとこの後も紹介します。で、その辺については実はワードキャンプ US ですね、2015でワードプレス作ったマット・マーレメイクっていう方が聖書でこういうふうに言われていて、3年前からみんなワードプレス作る人は JavaScript をちゃんと勉強しようぜと言われてましたので、これがあってのグーテンベルグ、もしくはカスタマイザーとかが来ているので、おそらくこれからも JavaScript で何かしていこうというような変更は起きてくるんじゃないのかなというふうに思います。ちょっとおさらいですか。今日初めて見た人はこれから JavaScript を勉強しようというふうに考えています。で、グーテンベルグでどんなエディターカスタマイズができるかというと、まだ会社というか個人でサイトの運営をお手伝いしているところの範囲があるんですけども、いろいろ作ってみたりとかしてるので、その辺
簡単に紹介していこうと思います。まずですね、これ太鼓とかスクールの教室やってるサイトで引っ張ってるんですけども、教室の情報とか入力するときにカスタムフィールドだとカスタムフィールドフィールドいろいろあってそこに対して入れていくっていうやり方なんですが、グーテンベルグだと例えばエディターの中にテーブルを入れて、そのテーブルの中にイメージとしてはどちらかというと Google フォームとかフォームに近い感じです。フォームのような形でフォームに項目があってそこに対してエディターにどんどん入力していくというふうな使い方ができますし、このように入力してもグーテンベルグすごいのはこう表になって入力するんでなんとなく出力するときも表で出てきそうな気がするんですけれども、これで入れても全然表関係なく表でも普通に表が出せるというふうなこともできたりします。あとはこれ自負にした方が分かりやすかったかもしれないんですけれども、 JavaScript でフロントで処理していくので今まで以上にインタラクティブにやっていくことができて、例えば必須の項目を入力しないと次の項目に進めないという、そういうデータを作ることも、これちょっと見づらいんですが、教室名の日時入れないとこの説明のところが日時を入力してくださいってメッセージになって説明度を書けないんです。なのでここ絶対入れてからこれ進んでくださいっていうこともできますし、リアクトでちゃんといろいろ実装すれば多分新しいサービスの始めた時にこう何ですかね、スワイプでステップで 1,2,3 でこう画面がどんどんスクロールしていくような、ああいう風なエディターをこの中で作ってやっていくようなこともできると思うので、ライターさんにこういう順番で書いてくださいというエディターを作っていくということでこれからは可能になると思います。で、あとこっち側にオプションでいろいろ追加設定という項目があって、その中で例えばマークアップのタグを出力するとき、このときは DL で定義形式にするか、このときはテーブルにしたいというようなことを設定できるようにしておくことで、画面の方では DL で出しているんですけども、じゃあここで初めの方は DL で出してるんですけど、ここの設定をテーブルに変えるとここでフレームでテーブルに変わるっていう、そういうふうなこともやっていくことができます。あとはハンドブックとかで書かれてる内容からなんですが、 WithAPI データという関数を JavaScript の方で使うことで、ワードプレスエディターの中でワードプレスが持っている記事のデータであったり投稿であったり固定ページであったり、そういうデータを WPAPI 経由で検索してその記事の中に埋め込むというようなこともし、オートコンプリートですね、入力補助のようなこともエディターのブロックの中でできると思います。あとはこの後で紹介していくんですけども、エディター開いた時はじめグーテンベルクデフォルトではテキスト入力欄が出てくるんですが、あれをあの表示をカスタマイズすることであったりとか、そこで使用できる投稿タイプによってこのブロックしか使えないようにするというようなカスタマイズもできるようになっています。だいぶ巻いてくる気がするおさらいですが、グーテンベルグをやっていくことで何が便利になるかで、逆に何が辛いかというところと、さっきの例でいろいろあったように JS フロントエンド側でいろいろデータをいじったりできたり、入力支援を行ったりということができるので、インタラクティブにやっていく、今ちょっと個人的に試してるんですけど、テキストリントっていうJavaScript のライブラリがあったりして、そういうものを使ってもうリアルタイムで構成の支援をしていくようなこともできるはずですし、例えば外部のデータベースですね、今日紹介になったキントーンであったりとか、そういったところの内容を記事の中でこのブロックで参照してデータ取り込んでっていうようなこともカスタムフィールドでやってると、ちょっと PHP で頑張らなきゃいけなかったと思いますけども、 JavaScript だと、まあ、JQuery のダラーポストとかああいうものを使って取り出して、それをセーブのところに取り込むというようなこともできます。非同期通信であったりとかリアルタイム入力に応じてどんどん何かをしていくというようなことはかなりやりやすい。ただ今まで PHP カスタムフィールドやってたものをガラッと変わっちゃうので、これまでカスタムフィールドでいろいろ頑張って変更してたっていうノウハウがグーテンベルグでやるってなった時に活かせなくなってくるので、そこをどう割り切るか、もしくはいや、ここはもうこの案件によってはすごくカスタマイズしちゃってるものだとグーテンベルグに載せ替えるときに大量のカスタムブロックを作らないといけないというケースもあるので、エディター側の前触れ案件みたいなことになってしまうと思います。なのでそのあたりはグーテンベルグで行くのか、案件によってはクラシックエディターで今まで通り使い続けようという選択を
どっちにするかっていう選択を自分で考える必要があるかなと思います。でマイグレーションに関してまだ翻訳はされてないというかまだ作成中なんですが、 今のところグーテンベルクマイグレーションガイドというドキュメントも GitHub 上でリアルタイムで作成されていまして、ここを見ることでエディターの中で使われているアクションであったりフィルターであったりそういったものがグーテンベルクだと使えるか使えないか、使えない場合はどういうものを代わりに使えばいいかというものがリストで紹介されています。ここでさっと見るとエンタータイトルヒアーとかライトユアストーリーはスティルエグジストなんでグーテンベルクでも使い続けられますし、メディアボタンはノーだけどもここでブロックインサーターというものを使いますという書き方がされている。ここでランモアでここを読むとどういうことができますよと書かれているので、まだ作成が進んでいるところもあるというところもあるので、日本語がすぐすぐはされないと思いますが、Google 翻訳などを使ってやっていくことである程度把握することはできるかなと思います。で、ガイドについてもテキストだけじゃなくてちゃんとスクリーンショットでこういうふうにやれるよっていうふうなものも紹介されているので、今のところ一番親切なガイドをここかなというのがあります。でじゃあここまでで何ができるかとかどう変わるかって話なんですけど、実際にどう触っていくかというところの話をしていきます。でカスタマイズ方法をつけたらこんな感じですね。基本的にはプラグインかテーマで実装していきます。でテーマかプラグインどっちにするかっていう話になってくる、どっちでもできるようになってるんですけども、個人的にはこれはグーテンベルクエディターの部分は機能の領域だと思うのでプラグインで開発して実装していくのが筋がいいかなというふうに考えています。カスタムするときですね、さっきも何回かなんですけどカスタム投稿タイプ、カスタムフィールドとかいろいろ呼び名がありますが、グーテンベルクに関してはカスタムブロックという名前で紹介されます。で基本的に JavaScript で定義して実装するようになっているんですけども、ワードプレスの管理画面やっぱり PHP で動かれて動いていて、そこで何を読むか読まないかを設定する必要があるので、 PHP でプラグインの PHP の中でグーテンベルクのこの JavaScript のコードを読み込みますよという定義は最低限必要となります。エディターの中身もしくはグーテンベルクがどう保存するかそういった部分についてもリアクトで実装していくことになりますし、この辺りは後で紹介していきます。でただエディターを実装するってなると結構大変なイメージあるんですが、グーテンベルクですね、デフォルトの利用されているプロンプトで利用されているリアクトのコンポーネントは全部、僕たちでも使えるようになっているので、テキストエディターであったりメディアアップローダーであったりそういったものを自分で頑張って実装しなくてもグーテンベルク側で用されているものを取ってくるわけで簡単に実装することができます。でこの辺りの準備を手でやっていくと結構慣れるまで大変なところあるんですけれども、いろいろ触ってみて僕が思うところでは WPCLI ですね。 WPCLI にグーテンベルクのカスタムブロックを作るためのコマンドが用意されているので、それを使って必要なファイルを今マスジェネレートするという方が今のところ一番ストレスなく始めれるかと思います。やっぱり実際にブロック動くぞっていうところから試したいな。ここのハードルを超えれないとブロックが出てこないとストレスが溜まってくるので、 WPCLI でまずジェネレートして何が出るのかであったりとかどういうふうに組み合わせていくのかっていうのを学んだ上でどうするか、やっぱ CLI 使わないにするか CLI 使うかっていうところを判断していくといいかなと思います。で CLI で使うのがコマンドですけど、 WPCLI ですね、グーテンベルクのブロック作成はバージョン 1.5 以降になります。なのでまずバージョンを確認して、古いバージョンの場合はアップデートしてから使うんですけど、さっきは真ん中の2つはこれプラグインを作成するコマンドなので、プラグインすでに作成済みの人は必要ないんですけども、プラグインをワードプレスのプラグインを作成されてファイルが置かれているディレクトリに移動して、一番下ですね WP スカフォルドブロックというコマンドを実行することで Google メルクに必要なファイルを WPCLI が全部生成してくれます。ブロックネーム、一文字のブロックネームがブロックの名前になりますし、カテゴリータイトルとかですね、プラグインで、このハイフンハイフンプラグインで、どのプラグインに対してブロックを追加するのかを指定したりとか、いろいろオプションもあるので、このあたり、グーテンベルク、ヘルプスカフォルドブロックとかで、ヘルプコマンドを使って見ていただくといいかなと思います。
生成されるファイルがこの4つですね。僕が確認したときにアップデートに変わるかもしれません。少なくとも 1.5 というのはこれが表示されます。これを表示、これが生成されて、WPCIS で作るときに気をつけなきゃいけないのは、生成はされるんですけれども、プラグインのファイルの方で読み込みがされないので、このままだと。生成した後にプラグインのメタ情報が含まれているので、もしくは読み込まれているファイルの中で、リクワイアワンスで WPCLI が作ったブロックの中に PHP ファイル1個あるので、この PHP ファイルを読み込むようにしてください。でこれに読み込むことで、初めてグーテンベルクのエディターの中で、このハローカスタムとかですね、謎のアイコンで、エグザンプルのブロック、グーテンベルクみたいな WPCLI が用意するサンプルのブロックが表示されるようになります。これで表示されるので、ここからエディターを JavaScript と PHP でカスタマイズしていくというようなワークフローになっています。で、生成されるファイル4つですが、どういう内容かというと、まず一番上のブロックスというディレクトリの中に、WPCLI のコマンドの中で指定したブロックの名前で .php というファイルが生成されます。その中には JavaScript、グーテンベルクでカスタムブロックを登録するために必要なレジスター関係の関数がいろいろあるんですけれども、その辺の関数が全部この中に書き込まれているので、このファイルを読み込んで実行させるようにするだけで、必要なファイル読み込みとか全部定義とかをできるようになっています。で、最低限必要なのがこのその下から2番目のインデックス .js というファイルで、この中に実際にエディターの中でどういうふうな動きをするかという内容が書かれています。真ん中のエディター .css とスタイル .css はこれエディター側でどういうスタイルを出すかとか、保存する際にどういうスタイルをこのブロックの中に CSS を当てるかという内容になっているので、こうエディターの中をすごくステップバイステップとかリアルタイムの支援とかやっていきたいみたいな、サービスとしてやっていきたいんだっていうと、この辺りでスタイル独自のスタイルで必要が出てくると思いますし、別にいらないなと思ったらこの中身空っぽにしておくとか、ある程度 PHP 触れるんであればこの中に書かれているレジスターの関数を消してしまうとか、そういう風にしてもらえればいいかなと思います。で、インデックス JS の中にデフォルトで書かれているこんな感じです。割と頭が痛くなるコードになっているんですが、リアクトで実装できますというふうに書かれてはいるんですけれども、 WPCLI で作られるものは実はリアクト、よく見るリアクトのコードの書かれ方ではしていなくて、この辺りでリアクトの実装でやりたいとなった場合はここからもう一手も必要になってきます。でリアクトされている方はよく聞くワードですが、 Webpack とかですね、バベルとか変換ビルドするツールがあるんですが、そこに関しては自分で調べていくというよりは、グーテンワードプレスの GitHub のオーガニゼーションにグーテンベルクエグザンプルスリポジトリがあって、その中にサンプルが5つで、さっきちらっと見せた JavaScript の書き方と React もしくはバベルウェブパックを使ってやってるやり方と2種類がそれぞれ用意されて、全部で10個サンプルが用意されているので、その中に書かれているパッケージ JSON、ウェブパックコンフィグのケース、バベル RC とかです、そのあたりのファイルをもうコピー&ペーストするなり、それを参考にやっぱり自分のように書き換えたいというのが書き換えされるといいかなと思います。でちょっとスライド入り忘れたんですけど、 Webpack がですね、バージョン3とバージョン4でちょっと設定内容が変わっているので、ここに紹介されているのは今見ている限りではバージョン3の書き方になっているので、 Webpack 自分でインストールされる場合、ここのパッケージですのを使わずに自分でインストールされる場合はバージョン4を入れないように気をつけて、もしくは自分でバージョン4で僕に書き換えてください。カスタムブロックを作成していく中で、コンポーネントであったり要素であったり、そういったものを知っていると便利なものっていうのは何個か触ってて感じたものがあったので、ここからはそれをずらっと紹介していこうと思います。まず一番必要、まず JavaScript のファイルですね。 JavaScript のコード記述の中でこれ絶対に必要だっていうものが、このレジスターブロックタイプという関数。ここから JavaScript の話が一気に進んでいくので、ご容赦ください。わからない人はスライドで関数だけ送って、でさっきのグーテンベルクエグザンブルの JavaScript を見ながら JavaScript の勉強をこれから始めましょう。レジスターブロックタイプという関数で、一つ目の引数にブロックの名前もしくはどういう
プラグインプラグインの中でどういうブロックを新しくカスタマイズ定義しますよっていう宣言をして、その中でどういう実際にどういうブロックを定義しますっていう書き方をします。で2つ目の X のブロック要素のところがリアクトライブの書き方になっていて、これですね、最低限必要なものが4つですね、4つあります。まずこのブロックがどういう名前かっていうことを定義するタイプで、カテゴリーというのがこれですね、ブロック、グーテンベルグのブロック設定するときにブロックの一覧でレイアウト要素にしますか、フォーマット要素にしますかっていうカテゴリー分けされてるんですけども、このカテゴリーの中のどこに出しますかっていうことを定義する必要があるので、ここでコモン、フォーマッティング、レイアウト、ビジェット、インベッド、この5つから自分が追加したいブロックはどれかっていうのを選んで、ここに文字列で書きます。で、下の2つがリアクトです。リアクトで楽しいことやってるところですね。エディットのところがワードプレスの WP アドミンのエディターの方で表示されるものになります。で、セーブの方ですね、セーブの方はワードプレスの記事を保存するときに実際にワードプレスの記事の中身に保存される内容になります。一応補足なんですけども、グーテンベルグでカスタマイズした内容が保存、リアクトで書かれた内容がレンダリングされるタイミングは基本的には記事を保存するタイミングで、ユーザーは実際にサイトにアクセスするときにはリアクトは全然関与してもらうので、リアクトってブラウザーの互換性古いの結構切れてるってことあるんですけど、そういったところの影響は特にないという、素直なやり方をしていれば特に影響はないと考えてもらっています。で、エディターとセーブでそれぞれレンダーする内容を定義できるんですが、今このサンプルで書いてる内容だとエディターの方にはエディター側ブロックっていう、その文字列が表示されるだけになっています。ただエディター側ブロックって書かれてると、これを保存したエディター側ブロックって保存されるように見えるんですけれども、セーブするときに実際にレンダーされる HTML のセーブの関数の中に入っているものが保存されるので、この書き方をするとエディターにはこれ出るけど、サイトにはフロント側ブロックっていう文字列が表示されるというやり方。なのでさっきのエグザンプル例の紹介の中でテーブルで見えたけど違う形で出るとか、 DL がテーブルでマークアップ変えれるとか、こういうことができる理由はこのエディットとセーブが別に独立した関数になっているので、その中で自由に定義できるからこういうカスタマイズができる。なのでそうですね、お客さんにこの文字消してほしくないとか、このタグ絶対消してほしくないみたいなものがあったら、エディター側、セーブ側、エディター側にも出さないようにしておいて、セーブの方で自然に出すとか、エディター側で編集できないような書き方をしておくとユーザー触れないようになるとか、こういうこともできます。あとワードプレスと同じような多言語対応ですね。ここに関しても wp.i18n というオブジェクトの中にアンダーバー2つのおなじみの翻訳の関数が用意されています。この関数を使ってレンダーする内容の中に文字列を入れることで、ワードプレスの中に持っている翻訳の機構を使って多言語化対応していくことが可能です。その他にいろいろざっと調べたものでやっていくと、この JavaScript の中の WP というオブジェクト、この中にエディターコンポーネントのブロックとかですね、何種類か用意されていて、記事を編集する際に利用するようなもの、テキストフォームとかメディアアップローダーとかそういったものは wp.editor の中に入っています。リッチテキストというのがデフォルトで表示されるテキストの入力なんですね。ただテキストをひたすら書いていくだけなので、メディアアップロードというところものを入れるとメディアのアップロード、ワードプレスのクラシックエディターの左に出てくるメディアのアップロードとかが出てくる。このコンポーネンツというところがワードプレスの中で管理画面のデザインに使われている要素が利用できるようになっているので、 WP コンポーネンツボタンという要素を使うとワードプレスの記事編集時によく出てくる、もしくはセッティングの編集時によく出てくる青色のボタンですね、それをこの中で自分のブロックの中で導入することもできますし、このコンポーネンツパネルボディというものを使うとちょっと遡るんですけれども、ここですね、この左側、右側のメニューで出てくるエディターのスタイルをこのパネルボディというタグの中に入れておくことで、より自然なワードプレスっぽい見た目で自分のエディターをカスタマイズすることができます。あと10分ぐらい時間かかる。で、値の扱いですけれども、アトリビュートとかタイトルとかの
階層にアトリビューツというオブジェクトを持たせる必要があって、そこに値でネームという記事の名前とか教室の名前とか入れたい場合はネームという変数を定義して、改行を伴う場合は、はい、アーレイで配列、1行でいい場合はストリングとかですね、そういうものを定義して、エディットの中でそのアトリビューツを取り出して、でセットアトリビュースで更新するというようなやり方です。この辺りはリアクトに慣れてくると大体勘どころ分かってくるかなと思うので、まあ、JavaScript を皆さん勉強してください。でセーブ保存するときもこのアトリビューツの中からさっきネームっていうのを定義してたので、エディターの方ではネーム出して、セットアトリビューツでネームを更新するし、セーブのときもアトリビューツでネームっていうのをやったらこの中に保存されている、まあ、更新したネームの値が保存されます。なので何かちょっと加工したい場合はこのセーブのところでネームのところを変更して、例えばあのワードプレスのフィードは全部大文字に変えるみたいな処理ができるとか、そういうこともできたりします。リアクト的な感じでいくとアトリビュースというステートがデフォルトで用意されているので、そのステートをどんどん更新していってセーブするときにレンダーされるので、そのアトリビュースステートを使っていきましょうというような記事になります。ここからはちょっと PHP に戻るんですが、さっきちらっとデフォルトのブロック、初めに表示されるブロックの内容を変えれるという話があったんですが、そこに関しては PHP の方で定義できるようになっています。でレジスターポストタイプってありますよね、あのカスタム投稿タイプ定義する、あの中にパブリックにするかとかラベルどうするかとか、ショーインレストで WPAPA でやり取りできるようにするかとか定義あるんですけど、その中にテンプレートっていう値が新しく追加されています。でテンプレートの中に配列でこうグーテンベルクのブロックの名前でコアイメージとかコアヘッディングとかいろいろなネームスペースがあるんですが、それをここで定義していくことで新しい投稿を追加って押すとデフォルトの表示をこの画像とヘッディングのタイトルの部分に変えるというようなことができます。でこの2つがあった後に何も書いてないので、この下にその次に今までデフォルトであったテキストを入力するエリアが表示されるというふうな形になります。なので指定されたフォーマットで記事を書かせたい場合、でもカスタムブロック作るの大変だなっていう場合は、カスタム投稿タイプの場合はレジスターブロックの中に、レジスターポストタイプの中でテンプレートを指定、組み合わせて指定していくようにすることで、それだけでオリジナルのフォーマットをワードプレスの中に持たせるようになります。ただこのままだとここでここから下どんどんものを追加できるようになっちゃうので、それすらやめたい場合、もうこの情報フォーマットでしか記事を書いてほしくないっていう場合もあると思いますが、そういう場合はさっきの配列の中、テンプレート、同じ階層にテンプレートロックというパラメータも追加されています。でこの値をオールにすることで、さっきのこのエディターの中のこのアドディスクリプション、ここも消えちゃいます。で、グーテンベルク触られると、コンポーネント、ブロック追加するときにプラスのアイコンが出てきて、それを押すとブロックを選べますっていうふうな機能があるんですけど、じゃあ、テンプレートロックのオールにしておくと、それすら出てこなくなって、本当にここのテンプレートに書かれているブロックしかその投稿の中で使えないというふうにすることができます。なので投稿タイプエディターを簡単にカスタマイズしたいのであれば、カスタムブロックを使わずにこのテンプレートとテンプレートロックの2つを使ってグーテンベルクがデフォルトで用意されているものをうまく並べていくという、そのやり方から始めるのが実は一番簡単かもしれません。これに関しては本当にレジスターポストタイプの処理の中でいくので、さっきの WPCLI のスキャフォルドブロックとかもやらなくても大丈夫です。その他ですね、ちょっと時間かけるので情報ソースとかですけども、グーテンベルクですね、まだこれも完全に完成はしてないので英語メインになりますけれど、ハンドブックがワードプレスと登録用意されています。この中でどういうグーテンベルクってどういうふうな思想で作られているかという話もありますし、デザインに関するガイドライン的なものも用意されています。その他にもコーディングガイドラインで CSS の名前の設定はこういうふうにするのがいいよというものから、困った時にこういう API 使えばいいよというものが用意されているので、先ほどのマイグレーションガイドとグーテンベルクのハンドブックとグーテンベルクエクサンプル、この3つを組み合わせながらやっていくとそこまで難しくない。一番難しいのはこの文章を Google 翻訳に彫り込むというそういうのをできるということです。で、あとね、最後これ出てくる時からみんな言ってると思うんですけど、カスタムフィールド、ブロックがあったらこれいらないんじゃないかっていう話もちらっとたまに出てきたりするんですけど、
これ身も蓋もないこと言うと基本的に本当に時と場合によるっていうふうに答えるのが一番なんです。で、なんでかっていうと、もうそもそもやりたいことが違うんですよね。カスタムフィールドとカスタムブロックって。で、カスタムブロックは何がしたいかっていうと、ダイナミックなエディターより書きやすいエディターをの UI を作りましょう。React で JavaScript でやりましょうって話になって、入力と出力のところをグーテンベルクのカスタムブロックの中で定義できるので、テーマ側で何も変更しなくていいんですね。テーマ側でカスタムフィールドの値を取ってくれるので実装しなくてもいいので、これはそこだけでカスタマイズできるというのは非常にメリットだと思います。ただ、保存する際にデータが全部ザコンテンツ、コンテンツのところに保存されてしまうので、じゃあカスタムエディ、カスタムブロックで表形式にして入力したものを、後でサーチエブリシングとかで検索したりとなったときに、このネタ、カスタムフィールドの中を検索するんじゃなくて、コンテンツの中のテキストを探し出すやり方になってしまうので、メタオン情報を使った検索というのは非常にやりにくくなります。あとは JavaScript もしくは React の力を求められてくるので、この2つをがデメリットです。でじゃあ、カスタムフィールド裏返すと、この複雑な検索に使いやすいようにメタデータに入っていきますし、React、JavaScript の力なくても今までのノイズを持ってたらそのまま変更できるというのはこれもまたメリットだと思います。ただ、ザコンテンツとデフォルトで出してくるコンテンツの中にその入力者データが入ってこないのでテーマ側でカスタマイズするであったりザコンテンツフィールドの中でカスタムフィールドを取っているような処理を書いたりしないといけないっていう手間が追加されているということは忘れちゃいけないですし、WP ポストメタにフィールドの数がどんどんデータが増えてくるので、これで検索しやすいとはいえ、検索する必要ないデータまで入れてしまうと、どんどんサイトが重くなる可能性があるので、どっちを使うかというところ、メタに持たせたい、検索したい情報なのか、ただエディターを使いやすくしたい情報なのか、ものなのか、そこによって使い分けていく必要があるかなと思います。なので、どちらかじゃなくてどっちも使えるようにして、検索したいデータは、カスタムフィールドとしてグーテンベルクでもカスタムフィールドを使えるのでその中で入れて UI 書きやすくしたいな書きやすくしたいからエディターカスタマイズしたいんだっていう場合はカスタムブロックもしくはテンプレートを使って変更していくそういうこれからのエディターのカスタマイズのワークフローになってくるかなというふうに考えています。で、ここですね。どっちが強いかというとカスタムブロックだと先ほどの例のように入力補助でやったりとかこのステップで記事書いてる記事書くといい記事書けますよみたいなガイド付きのものを作るとかそういう場合はカスタムブロックの方がフロントで処理できるので便利ですしメタデータで保存するまでもない情報だなっていうのであればワードデータベースに変に負担をかける必要がないのでザコンテンツで保存するカスタムブロックを使えばいいと思います。でもしくはチームメンバーでリアクトもしくは JavaScript めっちゃ書ける人がいるんだったら今からカスタムフィールドの使い方を覚えてもらうこれでやってくださいっていうふうにやるっていうのがいいかなと思います。でカスタムフィールドは逆にメタデータに保存して検索したいもの、お店の住所とか営業時間とかいろいろあると思いますけども、そういったものについてはカスタムフィールドにこれまで通り保存して、そこから検索するようにする必要があると思いますし、ワードプレスのテーマであったりとか、PHP ワードプレスの関数フィルターの中で、グーテンベルクでなくなっているフィルターとかもあるので、そういったものを使いたいという場合は、クラシックエディターとカスタムフィールドを使うとか、そういったところを判断が必要です。もしくは、すでにもうカスタムフィールドで公開にカスタマイズされちゃっている、エディターについては、グーテンベルクに全部置き換えると、それだけで負担もしくは工数増えちゃうので、そういったサイトについてはもう、費用対効果でここにマイグレーションする方がいいのか、このままクラシックエディターとカスタムフィールドに付き合い続けるのがいいのかっていうところを判断して、誰か、多分ディレクターとか経営陣になってますけど、そういったところの人にが判断してやっていくというふうになると思います。で本当に忘れちゃいけないのは、グーテンベルクもカスタムブロックも、あとはカスタムフィールドについていろいろやるって話も、何したいのかっていうと、なんかワードプレスのコードをいろいろ書くとか、いろんなものを作ってすげえじゃなくて、それを使って、ワードプレスでライターさんが簡単に、もしくはいい記事を書きやすくしましょう、だからこういうものを使いましょうっていう話なので、どっちかって話とか、どっちかとか、技術的にどうなって話になったときに一応一回考えなきゃいけないのはどっちが書きやすいかもしくは編集しやすいかというところは念頭に置いてやってもらうといいかなと思いますということで以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。5分ぐらいあるので質疑応答でもし質問のある方がいらっしゃったらぜひ手を挙げていかがですか。
じゃあ、私からちょっと結構やっぱり作る側じゃなくて作る側としてはグーテンベルグになることによって、まあ、勉強しなきゃいけないこととか負担が多くなるんじゃないのかなっていう心配があるんですけど、そこはどういうふうにお考えですか？間違いなく負担は増えるんです多分負担が増えることもあるからを踏まえての2015年のこれだったんじゃないのかなっていうところはあるんですが、じゃあ2015年以降にワードプレス始めた人はこれ知らないよっていうところもあるので、まあ、しばらくどっちも生き残るんだろうと、しばらくというかずっとどっちも使うっていうふうになるんじゃないのかなと思いますし、名前ですと、まあ、これからの人たちってクラシックエディターを知らずに来るので、クラシックエディ今までのエディターのカスタマイズ方法を知ってる上で、グーテンベルグをカスタマイズできるっていうのは、これから出てくる人たちと、これからワードプレス参入してくる人たち、かなり差別化にはなってないのかなっていうので、ポジティブに考えていくしかないのかな。なるほど、やればやるほど仕事が取れる。グーテンベルグ使ってると、やっぱ記事書くの、個人的にはすごく楽になっているし、カスタムブロック使うと、結構、やっぱ、これ便利。保存と編集のところで内容を完全に分けれるのはすごいメリットだなと思うので、結局リアクト、ウェブパック、バベルのそこが一番の壁だなと。ちなみにグーテンベルグの、まあ、完全な公開というかはいつぐらいになりそうですか？まだその辺の話出てない。 GDPR 絡みが 4.9 とか5.0.0 はグーテンベルグなんだろうなみたいな見方はすごい強いと思います。はい、まあ、貴重なお話ありがとうございました。 JS 必須になってくるかなと感じました。UI 周りのカスタマイズで、まあ、今後使われていくとかなり使いやすいその入力補助とか出てくると思うんですけど、そういうものも多分パッケージ化かプラグイン化されてどんどん公開されていくような気がするんですけど、そういうプラットフォームって今整ってたりするんですか？に関してではないと思いますけども、そうなんですね。多分それで公開されていくとなった時に、JavaScript、React のコンポーネント集として販売してくる人たちが出てくるんじゃないかなっていう気がして、さっきの話とは分かると思うんですけど、リアクトが使えない得意じゃない人でもこれで使ってピー&ペーストで簡単にすごいエディターが使えますよみたいなものを素材集を出してくる人たち、販売してくる人たちっていうのは出てくるんじゃないかなというか、多分そこビジネスできそうな気はするので、はい、今から作って稼ぐ準備してくれる。そうです、ありがとうございます。じゃあさっき手をテーマって、今使っているテーマがグーテンベルグとか、その対応してますか？グーテンベルグは基本的にもエディター側を変えるだけで、保存するときには、保存するときに、リアクトの、であったり JavaScript の処理が走って保存されるという形になるので、カスタムフィールドで何？いや、原則、グーテンベルグで入ったものは、ゲットザコンテンツ、もしくはザコンテンツのワードプレスのテンプレート関数で取れるところに入ってくるので、そこは変わらないはずです。変わるとしたら、カスタムフィールドでエディターをいじっているときに、そのカスタムフィールドはグーテンベルグで下に追いやられちゃって、パッと見ないぞってなったりとか、そういうことは起きるかなと思います。他、どなたかいらっしゃいますか？はい、どうぞ。グーテンベルクで、保存したときにセーブでザコンテンツにみんな入っちゃうっていうお話だったんですけど、はい、それを今度編集するときはグーテンベルクで編集できるできます、ね、そうするとコメントアウトでグーテンベルクが判別する用のコメントがついていて、そのコメントを見てグーテンベルクの JavaScript の中でここからここまでがどのブロック、逆に、グーテンベルグを保存した後にデータベース触ったりとか、HTML エディター開いて、そのコメントアウトを壊すといじると、グ
グテンベルクで壊れます。なるほど、わかりました。コメントアウトは消さないでください。ありがとうございます。そしたらちょうどお時間になりましたので、ここで岡本さんのセッションを終わりたいと思います。本日の盛大な拍手